すごい。パドックに来ました。これがテレビで見てた阪神競馬場です。そうですよね。いや、ぜひ来てください。いやいやいや、なるほど。はい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 。ちょっと行ってみましょう。これがセットウルゾー。ここでね、ある。ここである方がね、大黒摩季ではないですよ。大黒チャンネルだとって。やったと噂される。しかと眺めておきます。あ、じゃあここで陣取ったらレースも生で取れるんですか。ということで、どうも北沢です。今回は初めての阪神競馬場ということで宝塚記念を見てきました。ちょっとカメラの都合で途中でちょっとこれ以上動画なくなってしまって申し訳ないんですけど、今回実は競馬 YouTuber のカニミソペロンさんと会ってきました。やっぱりなんといっても競馬ファンというのは、まあ、初対面だったんですけど、不思議と本当にもう何回も会ったことがあるかのように話があって、まあ、すごい盛り上がって楽しい一日でした。で、夜は本当ですね。まあ、カニミソさん、大阪地元なので、まあ、通天閣で飲み屋さんたくさん紹介してくださってですね。本当にあの通天閣の周りってすごいですね。もう、まあ、居酒屋というか、飲み屋がたくさんあって、で、ここはいい、ここは悪いと、いろいろ教えてもらってですね、すごく楽しかったです。そして、まあ、先週は、ちょうど金曜日にも、競馬 YouTuber のやはり、デップリファミリーさんという方と東京で会ってですね、たくさん話してきました。まあ、そんなこんなで本当に今週、先週の週末は楽しい日々を過ごせたなと思っています。で、話は本題になって宝塚記念ですね。で、まずはですね、本当に、予想、先週の予想、本当にボロボロでですね、参考にしていただいた方は申し訳ありませんでした。まあ、4頭推奨して、1頭も3着に来ないというですね、本当にまあひどい話ですよね。ね、親父にもですね、もう本当に、ブロックスに言われまして、まあ、一頭も来てないじゃないかということで、まあまあ本当に恥ずかしいなと思いました。もちろんまあコメントはですね、本当に皆さん優しい方、まあそういうこともありますよとか、いろいろいただいた温かいコメントをいただいたんですけど、ちょっとですね、今週からまた気合を入れ直して、夏競馬もしっかりとやっていきたいと思いますので、これに懲りずにぜひ今後もどうぞ一つよろしくお願いします。ということで、宝塚記念、簡単に開講していきたいと思います。で、そうですね。この、まずペース見ていきたいんですけど、まあ、前半サンハロン35秒5ということで、過去の傾向から比べると、スローの入りだったと思います。で、1000メートルも60秒0ということで、このレース G1 ということを踏まえると、スローの部類だったと思います。それにプラスして、4コーナー位置取り、2番手、1番手、3番手の馬で決まっているので、一見、スローの前の残りかと思うんですけど、よくよくラップを見てみるとちょっと違うなと思ったんですね。というのも、残り1200メートルから、すでに11秒9、まあ、11秒台入っていて、ここからかなり負荷がかかっているんです。で、まあ、通常、まあ、一般的には残り3ハロンとか、ロングスパートって言われても4ハロンぐらいから11秒台に入ってというのが多いんですけど、まさかの残り6ハロンから11秒台にすでに入ってしまうということで、かなりの消耗戦、ロングスパート戦だったと思います。で、まあ、この展開の中、ラスト1ハロンですね、リス・グラシューが先頭に立ってからの200メートルなんですけど、直前の11秒4に対して12秒4と1秒落ち込んでいるので、やはり最後相当リス・グラシュー自体も、きつくなった
厳しくなったっていうのはあると思います。で、その中結果的には4コーナー1から3番手で決まったんですけど、後続の馬も本当に足がなくなったというか非常に厳しい持久戦だったので、そういったところで、力の差とかスタミナの差が如実に出たかなと思います。で、やはりこのペースを逃げて、2着粘った奇跡は相当強いし、スタミナもあると思います。で、さらにリスグラッシュに関しては、このペースを2番手から追走して、さらに最速上がりで突き抜けたので、3馬身、2着に差をつけて勝つのも当然だなという感じの、ラップから言うと成績でした。で、スワーブ・リチャードも非常にいい競馬していて、十分強いんですけど、今回は上位の2頭がそれを上回ったかなという感じでした。ということで、上位3頭見てきましたが、アルアインに関しては、レース自体はそういう瞬発戦じゃなくて、持久戦ということで向いていたと思います。とはいえ、ちょっとこの場合にか、馬に関しては、スタミナ面で、一波乱ちょっと長かったかなと思います。レイディオロに関しては、ちょっとね、微妙な、休み明けで仕上がってなかったという声もありますし、そもそもこの宝塚記念、ルメール騎手と藤沢厩舎、成績良くないっていうデータ、いろいろと言われてましたが、結果的にその通りになってしまいましたね。ちょっと内枠入って、最後の直線、3、4コーナーからもう手応え悪かったですね。馬場の傷んでいたのかちょっとそこまでは、定かではないですけど、そのあたりも含めてレイドーロちょっと前走からリズム悪いような感じがするので、この後立て直して秋どうなるかというところ注目ですね。で、あとはマカ引きですね。本当ですね、僕は、マカ引き副賞1万ということでちょっとやってしまったんですが、本当に何回騙されたら気が済むんだっていうぐらいの今で勝負してます、マカ引きに関しては。で、今回は札幌記念のラップを見て、実は持久戦向くんじゃないかということで考えて買ったんですけど、いやーもうね、スタートしてスタンドワンの位置取りを見て呆然としましたね。もうマジかと、やる気あんのかと本当にそれぐらい、もう諦めましたけど、あの位置取りを見て、でもそれでももうちょいね追い込んできてくれて、少しは見せ場あったらよかったかなと思うんですけど、はい、とにかくやられました。本当にですね、ちょっと正直、ね、大阪行って、こういう、なんか行って出かけた時はもし当たるんじゃないかなってこっそり期待してたんですけど、そうは甘くないということで、またしっかり反省して来週以降頑張っていきたいと思います。ということで今回は阪神競馬場への初の訪問ということで、いつもと違った雰囲気でお伝えしてきました。また、夏競馬、今週、来週、どんどん本格的になっていきますが、いつも通り動画レース予想と週の半ばもう一本ぐらい何か競馬のデータとか、競馬予想理論的な競馬考察的なのをやっていきたいと思いますので、ぜひよかったら今後もよろしくお願いします。では今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。よかったらグッド評価お願いします。ではまた。